皆さん、今日はですね、特別編、新兵が行く、そんな企画初めて来ましたが、今日は敦賀に来ております。2024年の春にここまで北陸新幹線が伸びてくる予定ですね、はい、これからもっといろいろ栄えていくと思うんですけど、今日はですね、敦賀市さんからご招待いただきまして、ごちそうさまチャンネルちょっと旅企画でございます。まあ、なんか聞いたところによると美味しいものもたくさんあったり、なんか絶景ポイントもあったりですね、いろいろ目白押しみたいな。今回こちらで出会った食材を後ほど料理に。そうですね、せっかくなんでね、その食べ方をオマージュしながら僕流にちょっとアレンジしてみたいなと思いますね。早速行ってまいりたいと思います。じゃあレッツゴー。あ、見えますよ、タイです。タイ、タイです。すごい立派。おー、あ、膨らんでくれました。膨らんだここまたちょっと特別な、ここはいわゆるヴィンテージ昆布倉庫って言って、もうこういう昆布なんですけどね。いやいや、驚きですよね、宝の山ですよね。いや、わあ、すごい、っていうか、ふわふわ。これでだいたい 0.02 から0.03 ミリ。 0.02 ミリですよ。すごい難しい。よいしょ。いや、登り切りました。おお、本当一望ですね。あれが中池メシッチとラムサール条約にも登録されてると。それこそ保護種の生息地とかにもなってるんですか。はい、なってます。夏来てみたいですよね。あ、うん、また呼んでくんないかな。まずはですね、敦賀真鯛という、養殖のブランド鯛が敦賀にはあるみたいなんですね。その養殖の現場を見に来ましたね。めちゃめちゃ綺麗ですね。なんかこれすごい透明度高いと思ってたんですけど、今日はそうでもないらしいです。あ、これでもそうでもないですかね、はい、かなり綺麗ですからね。じゃあ中村さんです。あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現場があそこになるんですかね。そうです。あれ、あそこの営業が全部うちのですから、中にいますよ。船乗るのは好きなんですけどね。なんか男のロマンを感じますよね、船ってね。船屋さん、船酔いするとか。はい、半端じゃないです。もう一日使い物にならなくなっちゃう。大丈夫ですか。さっき急遽薬を飲みました。綺麗なとこですね。あ、見えますよ。タイです、タイ。タイいっぱいです。見えます、見えます。いっぱいいますよ。全然見えないです。全然見えないですか。え、おお。あ、いた。ちょっと中が覗く感じで。すごい立派。これ近づくだけでもうご飯って感じですか、ね、もう船が近づくと、ああ、もう餌やなっていうことで、わーっと寄ってくるよね。これは、俺こういうの本当昔から落ちるんですよ。前、これフリヤだ。フリヤ。これちなみにこのペレットは何にできてるんですか。これね、魚の粉が主成分なんやけど、はい、この敦賀真鯛の場合はカニの殻。カニの殻。カニ殻を混ぜ込んであって。なるほど。ご飯ご飯。でかっ。いや、立派。タイに餌やることなんて人生に1回あるかどうかですよね、これ。やっぱこのほら敦賀っていうのは、はい、タイ養殖するにあたって、まあ、日本の中では一番北端やから、そうするともうほとんど成長せんのですよ、寒い時は。だからこの栄養価を高いやつをやっとかんと。ただし我々はやっぱこう成長は遅い代わりに冷たい海でこう締まりのあるタイを育てられる。超高級釣り堀ですね。ちょっとそういうのも面白いんじゃないかなと思って。クリアさんは釣りは昔やってたんですよね。結構フルセット持ってやってたんですけど、ある寒い日にですね、磯釣りに出かけまして釣り道具全部流されました。でその流れた釣り道具をずっと釣ろうとして、はい、それに3時間ぐらいかけて冷え切ったんで、もう釣りやめようと思ってやめました。もう狙われてる気がする。あ、来た。はい、こっちを捨てよう。さすがで、やっぱなかなか、もうなかなかですね。あ、目切ってますよ、こっち。
いな、やっぱり。いいよ。おお、はい、釣れました。立派です、立派ですよ。見てください、もうこれ要は目の上とここの斑点がエメラルドグリーンじゃないですか、うん、はい、これがもういい鯛の証拠ですね、鮮度と状態と、うん、これめちゃめちゃいいですよね、うん。これはもう今まさに今出荷始まるところで、わお、これもね、あったかい海に比べると成長が遅いもんやから、うん、あのゆっくりとじっくりと育っていくことで締まりも良くなりますし、うん、なんか歯を抜いてるって感じですよ、はい、フグ同士で噛み合いがすごいですからね、うん、大体カットするよね、はい、このフグは歯鋭いから、ね、はいはい、カットするとまた1年ぐらい経つと生えてくる、うん、うちのね、ある一人がね、はい、抜いたらどうなるんやって言って始めたんですよ。言ったらもう生えてこなかった。で、その抜いた方がええぞって。で、だんだん噂が広まって、あの他県からもちょっと見せてくれって言われるようになって、ドイツかなあ、いい感じ、ゆっくり。今俺も中村さんだったらあれ取ってた。そうそう、はい、上がないよね。上がないから下ペチョペチョしてる、ペチョペチョ。そうそうそう、あ、膨らんでくれました。膨らんだ膨らんだ。ね、ほらほんまにもう歯ないでしょ。本当にない。うん、だからこう噛み合いができんだよね。なるほど。今にブシュッと抜けてくで。ほらほらほら、おお、持ちこたえた。実際泳いでるのとか見たら、そのものすごい立派ですし、あの、まあ、美しいですよね。あの本当に丹精込めて丁寧に作られてるのがよくわかりますよね。あの本当食べたいですね。食べたい食べたい。船酔いの方はどうですか。全然大丈夫です。まあ、正直このぐらいだったら飲まなくても大丈夫だと思う。あ、本当ですか。はい。息子さんが試食用にさばいていただけるという。はい、よろしくお願いします。人がさばいてるのみんな大好きなんですか。あ、そうなんですか。なんか気持ちいいじゃないですか、見てるとなんかスンスンいくから、プロの方がいると。もう気持ちいいじゃん。気持ちいいですか。もう気持ちいいじゃん、見てて。こんな綺麗に、こんなスピーディーにいかない。料理家なのに。なんかちょっと挑戦的ですね。いや、うん、美しい。じゃあ中村さん早速。はい、どうぞ。すごいですね、めちゃめちゃ豪華。どうぞ。さっきの釣られたやつね。はい、ですよね。うん、締まってるんだけど、噛んでいくとこうほぐれていく感じで、柔らかすぎず、こう締まりすぎず、で味はもう何も言うことはありません。一流店のフグ専門店に行った時の味がします。抜群にうまいです。うん、しっかりと鶴ヶフグの美味しさが出てると思いますね。抜群だぜ。火入れするとまたちょっと変わりますね。これはね、ちょっとあのくちばしやね。つまみにしたくないです。うん、鯛の羽やかさが出てますね、これね。ご飯とカツめちゃめちゃうまい。なかなかタイカツにしないですけど。そうなんですね。うまいですね。うん。うん。で、堪能です。堪能してます。いつ終わればいいのかわからないです。続いてはですね、鶴ヶ湾に水島という、夏だけ、開放している島があるそうで、すごい透明度が高いそうなんですね。せっかくなんでそういうね、景観のいいところもご紹介したいなということで、鶴ヶ市、観光部の、西村さんに来ていただきました。西村さん、どうぞ。あ、どうぞ、よろしくお願いします。で、あの見えてるのが水島ですかね。そうですね、向こうに見えてるのが。冬の間はもう入れない。はい、今回ちょっと特別。特別に、はい、別名、北陸のハワイ。なるほど、小さいハワイですけど。小さいハワイですけど、まあまあそこは愛嬌。そうですね。満潮になっても、あの砂浜の部分が沈まきらない。沈み切らない。沈み切らない。ずっと出っ放しで。熱感じゃない？熱感かお湯割りじゃない？でもハワイですからね。そうね。キンキンに冷えたビール。はい。じゃあ水島、はい、この時期特別に上陸させていただきましたが、水はすごい綺麗ですね。
うわ、綺麗ですね。綺麗ですね。もう全然綺麗ですね。この素晴らしい自然と、奇跡的なこの無人島と。奇跡的ですね。はい、地元の皆さんが、僕らも含めて、すごく大事にしているという。はい。次は夏に行きたいです。夏にビールを持ち込んでね、その北陸のハワイと言われる遊園を味わいたいですよね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。早朝から敦賀水産卸売市場ですね。競りの見学。昨日のあの夜のダメージが程よく残ってる感じでしょうかね。はい、結構あれですね、こうやってパッと見るといろんな魚種がありますね。そうですね、鶴岡もいろいろ取れる、はい、ニリ、サバラ、スミイカかな。あれ下のメカジキをおろす人ちょっと話聞いてみたいな。結構な量ありますよ、あれって、ね、うん、あれをどういう風にするんだろう。丸焼きですか。丸焼き、あれが入るロースター存在しないと思いますよ。ピザ窯ぐらいじゃないと思う。いや、しかし天気いいな。天気いいですね。こんな晴れることまずないですよ、ロケで。あ、本当ですか。やっぱりあれじゃないですか、雨だから。雨って。雨男でしょ。僕全然雨男じゃないです。栗原さんは雨男かもしれないです。僕はもうガチなんだと思う。というわけで今、手筒山に登って、敦賀市の景観を眺めようということで、山頂までやってきましたが、敦賀湾の方はここら辺で見えるんですけど、さらにね、この展望台に登って、展望台に登って反対側も見えるんですね。はい、よいしょ。いや、登り切りました。おお、ほんと一望ですね。え、あれが、あれが中池目湿地と。あれ綺麗ですね、とても。はい、ラムサール条約にも登録されてると、重要な湿原であると、ね、はい、それこそ保護種の生息地とかにもなってるんですか。はい、なってます。でこっち側が敦賀市内。はい、はい、いや、美しいですよね。この湾の形もこう全貌がはっきりと見えて、なんかもう少しこう漁港っぽい感じかなと思ったんですけど、それで一本ですみたいな感じじゃないですか。ですね、うん、水島は、水島がちょっと、ああ見えた見えた、はい、綺麗。熟成昆布で非常に有名な奥井海生堂さんにやってまいりました。熟成昆布、あの、はい、すごく年代物もあるようなことも聞いているので、ここまたちょっと特別な、ここはあのいわゆるヴィンテージ昆布倉庫といってね、あの全ての昆布が揃ってるとこなんですけどね。昆布っていうのは北海道でしか取れない、はい、じゃあなんでこういう敦賀にねこういう会社が多いのかって言いますと、江戸時代北前船交易っていうのがありましてね、はいはい、一気に北海道のものがこちらにあの運べるようになって、うん、でまた琵琶湖を通って京都へ行って、うん、京料理のねあのうまみ出しで昆布が活躍するんですよね。でその水運があったんで敦賀が中継港として非常に栄えた。なるほど、一気に下まで降りる。そうなんです。で昆布も大量に揚げされて、今でも日本一昆布屋が多いんです、この町は。あのこちらにですね、あの一番弊社で古い平成元年のこういう昆布なんですけどね、まだねこう艶が残ってんですよ。37年前の昆布見えないでしょ。全然見えない。あのいろんなあの研究所 の, あの研究結果、乾物の昆布といえども熟成するっていうのは分かったんですね。昆布本来にない旨味成分が生まれてくるんですよ。特にフランスのシェフが見えると非常にこういうのは喜びます。彼らヴィンテージが好きだから。いやいや、驚きですよね。あのそもそもやっぱ昆布が本当に熟成するっていうふうに聞いてたんですけど、本当にそれがあのするのかしないのかってことも今日はっきり分かりましたし、ちょっとなんかそういうことも意識して出汁を今後引きたくなりますよね。出汁を引きたくなりますよね、ちょっと。なるほど、はい、宝の山ですよね。宝の山ですね、確かに、はい、西の匂いっていうか、はいはい、関東の匂いじゃないんですよね。まあまあ素朴にあの昆布の匂いなんですけど、はい、なんとも言えないですよね。こうなんか匂いの中にも甘みがあるようなそんな感じですよね。どっちかというと関西圏の匂いですよね。とてもいい匂いですね。なるほど、僕全然感じないんですけど。感じないですか。ええ、鼻詰まってんじゃないですか。鼻詰まりですかね。すいません。酒まんじゅう屋さん。はい。
どうですか？あ、そこに魚で入ってる。そうです。なんかちょっと骨じゃないですけど、紅白で。江戸時代から190年ぐらい。すごい。もちもち。生地がね、しっとりしていい感じですね、とっても。うん。おいしい。軽い、すごい。うん。空が広いですね。いやー、そうですね。やっぱり建物がね、そんなに。あの、どこにいても山が見えるっていうのはなんかいいですね。平原さん家の豪邸からだったら見えるんじゃないですか。豪邸って、来たことないですよ。ないです。お茶屋さんですね。ここいちゃそっか、ここいちゃそっか、ここいちゃ、ここいちゃ、ここいい感じですね、またお茶の、お茶っぱですね。めちゃくちゃおしゃれなお店じゃないですか。そうですね。あ、ちょっと昔ながらの感じが、めちゃくちゃおしゃれなお茶屋さんじゃないですか。ね、ですね。いいな、お袋に買っとこうか。ちっちゃいのに探して、常に、うん、なんか可愛いな。めちゃくちゃおしゃれなお茶屋さん。何回同じこと言ってんすか。スイーツ行かないですか。え、スイーツ行かないですか。スイーツ行くの。スイーツ。お紅茶ソフトに目が止まったんで、それ食べるのかと思ってました。ああ、なるほど。お紅茶ソフト、はい、お紅茶ソフトで、はい、お紅茶ソフトで行きます。いいですか。はい。すごいね、あの普通のソフトクリームに抹茶のパウダーだけじゃなくて、抹茶の多分チョコレート、はい、わーっとかけて一瞬でカチッて固めてますね、はい、おいしい。大人パフェ、想像してる甘さが半分ぐらい。レトロな建物が出てきました。これは何ですか。こちらは現敦賀市立博物館。博物館、はい、なんですけれど、元は大和田銀行。大和田銀行。この大和田さんというのが元北前船で一代財をなされた方で、銀行されてたと。へー。本部会館にやってまいりました。本部会館。本部会館。通称本部会館。あ、そうなんですか。はい、あ、本当だ。はい、わあ、すごい。っていうか、これこのままおにぎりにしたらめちゃめちゃうまそうだよね。これでだいたい 0.02 から0.03。 0.02 ミリですよ。ふわふわ。うん、うん、しっかりうまみ、おいしいです。うん、口の中で溶けていく感じ、はい、ここに行き着くまでに別所さんはどのぐらいかかってるんですか。63年目ですので。63年目。はい、すごい。当たった。はいはい、本当に。本当は最後ここまで来て、でこの角度、はい、この角度、はいはい、はい、いや全然いかないから、これこの角度すごい難しい、はい、あのスピードがちょっと信じられない。手首はもっと楽に。手首楽に。いい感じ。さすが。ほら。おお、出てますね。相当分厚いですね。お湯にお醤油2滴ぐらい垂らして、はい、ここにおぼろ昆布入れますと。たっぷり。わ、すごい。超贅沢。うわお。もう相当立派なおすましです。うん、家庭でこの味。出ないって思っちゃいますよね、これ。で、とろけるうまさ。なんかこのままツルツルずっとこれだけ食べてられるかも。ここは紀伊の松原という海岸線に松林が広がってるところですね。綺麗ですね。綺麗ですね。僕はね、アイドルだったらこうね、絵になるんですけどね、はい、なかなかやっぱりね。大丈夫です。あの、やっていただいても大丈夫です。いや、大丈夫です。
夏来てみたいですよね。あ、うん、また呼んでくんないかな。出会った食材いかがでしょう。いや、やっぱりすごいですよね、ポテンシャルが。いろいろおいしい食べ方伺ったんで、自分なりになんかいろいろ影響を受けたことも料理に出せるといいかなと思います。はい、敦賀の皆さん、ご協力いただいた皆さん、改めてありがとうございました。